私に料理を作らせないでください。この店がこれだけ大きくなったと思ってんだ、バーバー。どんな事象も起こり得ないことでない限りは起こりうる。二度と旅団の名を語らぬことだ。理由を聞かせてもらえる？家畜に対する態度が許せなかった。宿から遠ざけるためにわざと風穴を開いているわけではあるまい。それで現実と虚構の区別がつかなくなってる。